神父さんに伝えたいことを、怒りすぎないでくださいとは思いますね。いつも怒ってばっかりでごめんね。でも本当は大好きなので、これからもよろしくお願いします。どういたします。なんかまだちょっと実感がちょっとずつ出てきて、改めて緊張してきましたね、徐々に。親族しか今回来ないので、身内に今までの感謝の気持ちを伝えれたらなとは思いますね。本当に自分の結婚式なのかなっていう感じの、なんか半信半疑と言いますか、なんか不思議な気持ちです。普段はありがとうとかをちょっと両親とかに言いづらいので、この場結婚式を通して感謝の気持ちが伝えれたらなと思ってます。気遣いを忘れずに、さあ最高に幸せになることを誓いますか。誓います。本日私たちはご列席くださった皆様の前で夫婦の誓いをいたします。これから私たちはお互いを思いやり、励まし合い、喜びを分かち合い、笑顔いっぱいの明るい家庭を築いていくことを誓います。本日はご対応の中お集まりいただき誠にありがとうございます。今後は長男陸斗と家族3人勝ち力を合わせて頑張っていきたいと思います。2人で、いや陸斗と3人で幸せで穏やかな家庭を築いてください。2人の穏やかで幸せな未来に乾杯。奥さんはどっちかといえばもう全力でまっすぐで何でも一生懸命な方ですね。だから見ててこう応援したくなるような感じの人ですね。主人はもう誰にでも優しくて、ちょっと私はちょっとそれに甘えていつも怒り気味になってしまうんですけど、もうめちゃくちゃ優しくて、私以外にも私の家族にももちろん優しいですし、自慢の旦那です。This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. 渚は宮武というの初めての孫で、広井さやさんが結婚してこんないい男捕まえて。The bag is down. I'll cherish the one I found. Yeah, this is my love for you. This is my love for you. 2人だけで生きていくって思わず、みんなに頼りながら思いやりのある家庭を築いてください。The songs be sung. I have found the one that this heart loves. Let the veil be torn. Save yourself no more. 雨の日も風の日も自転車で通勤をしてくれて。おかげで私たちの学費を貯めてくれたのもお父さんのおかげであり、今でも感謝しています。本当にありがとう。お母さんは一言で言うと喜怒哀楽が激しい人です。なんやかんや言いつつも一番に渚や家族のことを思っていること伝わっています。今日の日を本当に楽しみにしていてくれたおさむじいちゃん、じいちゃんからのお互いにいいところを見つけてやっていかんとねという言葉を忘れず、陽介、りっくんと3人で明るい家庭を築いていきます。今日は残念ながら出席できなかったおさむじいちゃんですが、渚と2人で仲良く支え合って頑張ってね。お父さん、お母さんによろしくね。宮崎から帰る際にこの言葉を僕の手をぎゅっと握りしめて笑顔でいつも言ってくださっていました。これからはりっくんを含めて家族3人で支え合って頑張っていくので、天国で見守っていてください。This is my love for you.